ニ人人人は、クロアチアザダル群の都市及び、基礎自治体。2001年現在の人口は1256人で、基礎自治体全体では4603人である。ニンは、中世、キリスト教の教区の中心として、歴史的に重要であり10世紀前半、トミスラブ王によって、ラテン化が課せられるまで、ニンは、クロアチア人による、教会自治の中心でもあり、 また、ダルマチア港の中心地でもあった。司教である、グルグール、ニンスキは10世紀、ダルマチアの境界政治に大きく関わっていった。ニンは、ザダルの北に位置する、小さな町で、アドリア海島のラグーンに位置する。周囲は、自然の砂浜に囲まれ、本土とは16世紀からある2つの石橋によって、結ばれている。歴史的な地区である町の中心は、 直径500メートル以内に収まっている。歴史家によれば、任に人が定住し始めたのは1万年前とされている。現在の町が開かれたのは3000年前とされ、東アドリア地域でも古い町の一つである。任は地中海地域の民族によって入植が行われた。紀元前9世紀以来、 イリュリア人やリブルニア人によって、ローマ人がやってくる以前に文明が起こっており、強い海運や商業の中心として、アエノアと呼ばれていた。豊富な考古学的な発見は海運によって、ギリシャやヘレニズム世界と強く結ばれたことを証明している。クロアチア人が任に入植し始めたのは7世紀のことで、8世紀から9世紀にかけて、 初めて統一国家が形成されている。任はクロアチアでは、初の国王都市で7世紀から13世紀にかけて、栄光の時を刻んでいる。9世紀、初のクロアチア人司教の中心となった。司教は任において、国の宗教、文化、政治において、大きな役割を果たしていた。また、言語やクロアチアの独立にも苦闘していた。任の歴史での役割には、 ビシェスラブ、ブラニミル、トミスラブ、クレシミル、ズボニミルが深く結びついている。オスマン帝国との戦争時、ニンは戦いの場となった。その後、ダルマチアからベネツィア共和国に1409年に移譲されると、ニンはその支配下に入る。16世紀から17世紀にかけ、街は二度破壊を経験する。ニンは経済的に利用されていたが、 軍事的に守られておらず1回目は1571年に、2回目は1646年4月28日に、破壊を経験した。ベネツィア政府は町を燃やしたり破壊する命令を、系統的に出していた。歴史家によればこれは、民を犠牲にし焼き払うことで、オスマン帝国からザダルを守るためとしている。歴史的な境界や王。 死境の地は破壊され二度と復活することはなかった。経済的な開発は第二次世界大戦後に始まり、1969年以来には観光地として開発が進められている。今日では歴史的な文化遺産などによって観光開発が進んでいる。近年では多くの重要記念物が復元されている。任はクロアチアにとっては、 歴史的に重要な場所で、クロアチア国内以外にもヨーロッパ各国から観光客が訪れている。特に旧市街の旧世紀以来の世界一小さな聖堂と呼ばれる聖十字教会と戴冠式が行われた教会の二つのシンボルを訪れる。ありがとうございます。